アッシュレディオ。さあ始まりました。さあ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 行きましょう。おはようございます。アッシュレディオの時間です。さあ、先週あれですね。先週というか芦名さんこの前なんかキャンプみたいなの行ってた。なんで知ってるんですか。そんな個人情報。行ってたなーなんて思ってるんですけど。怖い時代ですね。どの辺に。山梨の方にいらっしゃったんですか。あれはですね、そうですね、西多摩なんてもうほぼ吉岡さんの家ぐらいです。ああ、ほぼうちですね、西多摩といえば、はい、うちと言っても過言ではない。あそこら辺でしたね、だからあそこの近くでした、サマーランド。おお、秋川の方ですね。はい、サマー、ああそうそう、秋川でした。ばあちゃん家の方。あそうなんだ。はい、あ、そっちまでは車で、はるばる車で行って。あら、遠かったでしょうね。いやでも1時間半ぐらいです。うんうん、涼しかったですか。山だから。ああ涼しかった、涼しかったです。キャンプ場みたいな。キャンプ場ですね。キャンプ場でキャンプの施設があって、なんかコテージみたいなのがある。そうそう、コテージが5棟ぐらいあって。わあすごい。あ、じゃあテント張って寝るっていうよりかはコテージでもう。そうですそうです。寝れるみたいな。あ、テント張って寝るとかもやってみたいですけどね。やったことないですか。ないかもしれないです。へぇ、ゴツゴツした背中。なんかそういうのやりたいな。なんかそういうネイチャー的なね、なんかその自然の不便さと人工的な便利さみたいな、うん、この不便なのがいいんだよなとか言いながらガスコンロ持ってくんかいって。どこまで行ってもやっぱ文明っていうのは矛盾があるわけ。あ、なんか人ってなんでそのネイチャーいい、自然いい、やっぱ自然いいな、自然豊かなとこいいなってなるじゃないですか。はい、って なんでそうなるんですかね。いや、まあもちろんそれは人によると思いますけど、うん、なんかビルの丸の内って、うわ丸の内ビルいいなってなんでですか。なる人もいるけど、あ、僕はどちらかというとめっちゃシティなんですよね。あ、シティ派。はい、僕は絶対田舎暮らしできないです。田舎暮らしとか、あ、なんなら湘南とか鎌倉とか葉山とか逗子とかできないですね。あ、そっちでも無理ですか。はい、僕はもうゴリゴリの都会のタワマンでいいです。都会の高層階が一番好きかもしれないです。はい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 。ネイチャー全くない。ネイチャーなんか全然いらないです。うん、いやだからそれはなんかこう月に1回とか、うん、なんか出かければいいかなぐらいで、うん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 、全然そこにずっといたいなっていうことはないですね。うん、なんかもっと目まぐるしく生きる死ぬっていうことの方が僕はなんか都会が見れる気がします。だから都会の方が僕は自然な気がしますけど、自然というかこう、あ、自然の摂理が見れる。そうそう、人が生きてる死ぬっていうのが見れる気がしますけど、ね、だから僕は都会の方が好きですけど。自然は自然の良さがすごくありますけど、うん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 、ただ不便ですよね、やっぱり。便利不便で言ったら、まあ不便なところが結構ある。そうそうそう、シンプルに不便じゃないですか。なんでいいんですか、その地方の方が。僕は吉岡さんはまあ地方というか、まあ東京の外れなんですよ。はい、僕全く理解できないんですよ。だって電車も乗らなくちゃいけないじゃないですか。そうですね、電車も山手線みたいに来ないし、ね、じゃないですか、うん、何がいいんですか。何がいいんだろうね。いや、やっぱまあ土地家が密集してる。言わせてください、言わせてください。いや僕よくゴルフ場行く、そのゴルフ場の隣とかに家があって、ここに住む人いるっていうようなとこが結構あったりして、はい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 、はい、で、もう田舎に住んでる人もそれじゃないですか、うん、そこで生まれたから以外の理由がないと思うんですよね。まあ地元のだからね、はい、そこで生まれた以外の理由がない。あ、それってなんかほぼ選択しないんじゃないかと思って。うん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 、じゃあ僕が1億円出すからここに家買ってあげますと、うん、東京のど真ん中に、うん、それでも帰るかね。地元が相当好きだったらあれとかね、かもしれないですね。そうなんだ。とかあとはまあ
なんですかね、隣との家がちょっと遠い方がいいとかさ、家が結構近いじゃないですか東京って。うん、密集してるとこって。それ1億で家買ってます、言います？言わねえかな。やって考えると、なんかその生まれたから以外の理由がないんじゃないか。まあ、生まれたからとか親が近いとかそういう感じじゃないですか。あ、だからそれは利便性の話です。じゃあ親も引っ越してあげますよっていう話をしたら、それは利便性を、うん、親が近いっていうのは利便性の話ですよね。そうですね、そうですね。あとはだからもうその人の好みじゃないですか。もう結局だから畑とか森とかが近くにあるとこが落ち着くみたいな人と、そのアシャさんみたいにタワマンとかにバーッと住む方がこう自分の心が落ち着くっていう人と。いや、そうかな。生まれたから以外の理由はない気がする。だからなんか最近だとなんかこう東京だとあの鎌倉に住むみたいな人はあ、いますね、いますね、いますね。あれも僕ちょっと分かんないんですよね。だ、自然があるとこに海が好きとか、うん、自然があるとこに住みたい、でも東京から離れすぎないところがいい。あ、で、湘南新宿ラインとかでまあ1時間かかんないぐらい、そう、かかんないぐらいで行けるから。そうなんだ。その、だから都会に暮らしてるよりも、都会に暮らして週末に海に行くよりも、もうこっちに住んだ方がっていう、そうあれなんじゃない。まあリモートワークだしみたいな、うん、サーフィンとかやる人はあるのかもしれないですけど、サーフィンやりたいな、やってみたい。まあ、だそう考えるとカリフォルニアって強いですよね。何が強いですか。田舎に都会を作った感じなんですよ。まあ、だからその逗子とか葉山とか鎌倉とかにすげえ行けてる家とか都市があったらめっちゃいいですね。あ、確かに。逗子とか鎌倉に恵比寿があるみたいな。恵比寿っていうか、僕やっぱモダン建築が好きなのかもしれないな。そっちかもしれないです。熊健吾だ。熊健吾が秀逸かどうかはちょっと定かではないですけどモダン建築がやっぱ好きなのかもしれないですね。だから古民家、うん、いいですよ、うん、もちろん、うん、でも毎日別にあのね、いろりでとかね、うん、いや、いいですよ、すごく、うん、すごくいいけど、別に毎日、はい、まあそんな田舎が都会かって話はさておき確かに、いきましょう。はじめまして、いつも有益なラジオ配信ありがとうございます。有益なラジオ、質問です。結論からお伝えすると、ほう、結論からおっしゃっていただきましょう。アシナさんはアメフトチームの運営はお考えでしょうか。クラブチームの運営が直接利益につながることは難しいと思いますが、組織のブランディングや広報採用へのつながりを考えると、アメフトチームを持つことは、AO ホールディングスにとって有益な側面もあると考えております。アシナさんご自身も慶応アメフト卒、ビーツのメンバーにもアメフト出身者が多いという環境的な強みもありますしと。アシナさんは社会人でもアメフトをされていたほどのアメフト好きなので、仮にメリットがなくとも運営しそうだなと思ったりもします。チームを持つにせよ持たないにせよ、アシナさんなりの理由や考えを教えてもらえると幸いです。よろしくお願いします。質問はアメフトチームを持ちますかってことですか。そうですね、アメフトチームの運営はお考えでしょうか。考えておりません。はい、なんでかっていうとお金になりません。で、お金にならないけどやるっていうフェーズじゃありません。ああ、芦田さん自身が、はい、はい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 、お金にならないのにやるっていうのは非常に素敵なことですよ。もう慈善事業的な話ですか。慈善事業ってか、要はその結局何をするにもエネルギーなんですよ、うん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 、で、まあ、多くの人がエネルギーを持て余してる人もいれば、エネルギーをどこに配分するかってことを考えながらエネルギーを使ってる人もいれば、うんうん、ただクラブチーム運営が要は利益にならないのにエネルギーを、うん、利益にならないことにエネルギーを割くっていうことのにエネルギーを割けるだけのエネルギーリソースが僕にないです。ああ、はい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 、そういうことですね、そういうことですね。それ、エネルギーリソースを割ける状態ってどういうあれなんですかね。もうどういう時になったらそういう、だから自分の中の優先順位じゃないですか。ただ自分が
今会社を大きくする、事業を作っていく、で事業ができて会社も大きくなって、じゃあ資産も何百億何千億できましたって言っても多分やらないと思います。いやあんまなんか社会的価値を感じない。社会的価値、だからその自分がやってることが別にその利益にならないからやらないってのはもちろん正しいんですけど、利益にならないからやらない、じゃあ利益にならなくてもやるっていうフェーズになった時のことを想像してほしいんですけど、もう何もしなくても毎年100億入ってきます、っていう状態でそれやるかっていう。やんないか。だったら僕は経営をアメフト部を何とかします。社会人のクラブチームを何とかするだけだと。ああそうかそうか、確かに。なんかこう年を取ってる人よりも若い人の方がやっぱ可能性がすごくあるし、若い時の方がすごく大事だと思うんですよ。まあまあそうですね。だから大学4年生よりも大学1年生の方が絶対価値あるんですよ。30歳よりも20歳の方が価値あります。可能性っていう、はい、自分がエネルギーを割くなったら、エネルギーを割かないっていう前提は僕はないんで、多くの人がそのエネルギーを割かずにうまくやることを考えるじゃないですか。いかに少ない労力 でエネルギーってのはもうお金もそうだし、自分の労力もそうだし、自分の時間もそうじゃないですか。だから何かをやるんだったら、もうどんだけ金を突っ込むのか、どんだけ時間を突っ込むのか、どんだけ自分が大変な思いをするのかってことぐらいしかないんですよ。っていう覚悟がないんだったらやるべきじゃないですよ。って僕は思いますけど。なるほどな。だから僕がよく、まあ、転職するときもそうだし、新しいことやるときもそうだけど、どんだけ大変な思いをしてでも、じゃあお金がない時代ね、でも時間と労力はあるわけじゃないですか、挑戦するときって、そしたらどんだけ自分が大変な思いをしても、何時間かけても全く寝なくても自分がエネルギーを注げるのかっていうことでしか僕は考えてないです、何かをするとき。それがどんだけ素晴らしいビジネスアイデア、どんだけ儲かることでも自分が時間をかけられない、自分がしんどい思いができないだったら僕はやれないです。それ頑張れる理由というかエネルギーが湧いてこないと。はい、でも多くの人がなんか儲かるからぐらいで始めるじゃないですか。そうですね、そうですね。無理ですよ、そんなの。どんだけ自分がこう本気でエネルギーを注ぎ込めるかっていうことでしか成功はないと思いますけど。ということは、そのエネルギーを注ぎ込めるか込めないかがすごく重要な指標であって、はい、それをやることが、なんか今要は好きなことを仕事にみたいな文化がちょっとあったりするじゃないですか、文脈が、はい、それが好きか嫌いかとかぶっちゃけどうでもいいんですね。全く関係ないです、ね、僕がだから生命保険が好きかなんかどうでもいいんですよ。どうでもいいですね。やりたいかやりたくないかとかじゃないんだ。全く関係ないです。だそれはやっぱあの多くの人の希望が、自分がよりエネルギーをかけずに、たくさん稼ぎたい、いい思いをしたいっていうから、ネットワークビジネスが流行るわけだし、なんかそういう楽してお金を倍にする方法とかが売れるわけだし、だから絶対に学生時代にやっておくべきことっていうのは、もうエネルギーの最大値、エネルギーの絶対値を高めまくるっていうことしかないんですよ。だからなるべく若いうちにもう1週間寝なくても余裕です、なんなら1年寝なくてももうフルでできます、っていうのがやっぱりその大人になってからのバイタリティにつながるんで、何かに没頭するっていう、そうそのエネルギーの絶対値がありさえすれば、まあ、なんとかなります。あげれるからね、はい、そこまで。ありがとうございました。ありがとうございました。